バミューダ水なぎ鳥は、水なぎ鳥名水なぎ鳥科に分類される鳥類。別名バミューダシロハラ水なぎ鳥。イギリス固有種全長35から36センチメートル。翼海八89センチメートル。上面は灰褐色。下面は白い羽毛で覆われる。頭部は黒い羽毛で覆われるが、額や目先は白い。風切り葉の色彩は暗褐色。 口彩は暗褐色。くちばしの色彩は黒い。口子の色彩はピンク色。海洋に生息する。植生は動物食で魚類、甲殻類、軟体動物を食べると考えられている。傾斜が緩やかな森林や海岸の斜面に開いた穴に1月に1回に1個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は51から54日。 以前は、食用とされていた。開発による生息地の破壊、食用の乱獲、人為的に移入された豚やネズミによる卵やヒナの捕食、農薬による繁殖率の低下、シ白尾熱帯町との競合などにより、生息数は激減した。以前は絶滅したと考えられていたが、1951年に18、ペアが再発見された。1621年には、 捕獲が禁止されている。外敵の駆除、巣穴の入り口をキいたで狭めることにより、地面に空いた穴で本州のみ映像できるようにするなどの対策が進められ、わずかだが生息数は増加傾向にある。1993から1994年における生息数は映像したペアが44から45、巣だったヒナが21は確認されている。ありがとうございます。